一つ。戦費化した肝心将軍氷閥が五縁王の母王広氏を拝して建国した。首都は王領府すなわち竜城。主に両政地方を領有した。南朝の僧からは王領国と呼ばれることもあった。後縁の中英将軍、氷閥は407年7月西君であった皇帝母王広氏を殺害して後、燕を滅ぼした。 氷罰は後縁の第二代皇帝、母陽宝の養子母陽雲を新たな皇帝に擁立して、自らは実権を掌握したが、これが北縁の建国と言われる。母様雲は、高栗人の後裔で、天皇に即位してからは生を、孔子に戻している。高雲の即位で高栗との関係は後縁時代より、かなり好転したが、逆に、北儀とは、 優秀志士の母用意が離反するなどしたため悪化した。また区物として建てていた高雲が409年10月に長身の離反や当人に殺害されたため、氷罰はこの混乱を鎮定して自ら天皇に即位した。なお、氷罰が即位した時点を北園の建国とする説もある。北園は西の峡谷北義からの圧力に苦しめられ、氷罰は東信と通行し、 また当時猛虎平原を支配していた遊牧民の従前との間に婚姻関係をさらに吉丹と通行して対抗した。そしてこれを背景に北儀の死者を2回にわたって捕獲する事件を起こしたので416年からは北儀より侵略を受けるようになる。ただ北儀は当時西の夏とも敵対しており大規模な攻勢を北園にまでかける余裕はなく 両国の間は緊張したまま推移した。しかし、北円内部では、氷罰のいとこの氷万泥やいとこのこの氷入人が、反乱を起こすなど、内紛もあり、北円の中枢は安定しているとは言い難かった430年9月、氷罰は病に倒れたため、次男の氷翼に告示を委ねた。ところが、外籍の総始が、この処置に反発して、氷罰を遊兵したので、 氷罰の弟、氷広氏が宗氏に対して反乱を起こした。この混乱の最中で、氷罰は死去し、新しい天皇には氷広氏が即位した。だが北園では、その後、後継者争いが起きて、氷広氏の生死氷隆氏が北義に出奔し、北義に被護されて、両政王に任命されて、亡命政権を形成するなど、 すでに末期症状の兆しが見え始めていた。北魏の大武帝は431年に西の夏を滅ぼしたので、432年からは連年のように北園を攻撃した。これに対して、兵広氏は、東進滅亡後に成立していた僧との連携を強化し、435年1月にはついにその、続国となって支援を受けたが、 北斐からはその後も攻撃を受け続け、436年3月には北斐の大規模な攻勢を受けたので、4月に高栗に亡命した。これをもって北欧は国家としては滅亡した。氷広氏は高栗から総への亡命を希望したが、438年3月に北斐の圧力に屈した高栗によって殺害され、北欧は完全に滅亡した。近年、 遼寧省北表紙西関永鎮において、北円最賞の表層ドルの華麗な墳墓が発掘された。めぐみ帝天皇と称する。大祖文、聖帝天皇と称する。明良聖帝皇帝と称する。聖史太平太皇。ありがとうございます。